AKB48 14作連続ミリオンの新記録達成。うるさい、これはこのニュースは本当うるさい。有吉君と熱愛が噂された中の一人、小島春菜さんがセンターを務める AKB48 の最新シングル「エレキハートエレキ」が発売初日におよそ102万枚を売り上げ、ビーズを超え14作連続シングルミリオンセラーの新記録を達成しました。 AKB48 はミリオンの通算獲得数でも今回ビーズの15作に並び歴代1位となりました。いやダメよ、ビーズ超えちゃダメだって。まあ、そうですね。いやもう何でも記録更新したりいいってもんじゃないよ、本当に、うんうん。バレンティンが記録更新する分にはいいけど、うん、AKB がビーズの記録更新しちゃダメだぜ、バカ野郎。いや、これはダメよ、ね、本当。うん、まあ、しょうがないっちゃしょうがないですからね、これがね、枚数で。いや、まあね、うん、それはね。それはビーズにしたってファンが支えてるわけだから、うん、100万枚超えた時ね、うん、同じ100万枚ですよそりゃ、はい、枚数で言うと、はい、だけどビーズのその100万枚超えた曲は多分聴いたら俺知ってると思うんですよ、うん、そうでしょうね。で大体歌えるっていう、はい、それがやっぱり100万枚超えるってことでしょ、うん、泳ぎたいやきくんやっぱ知ってるし、知ってますね、やっぱ白い雲のように知ってるし、知ってますね。ね、ウォーオートナイト知ってるしみたいな。知ってます、大体知ってるじゃない、それ。100万枚超えた歌っていうのは、はい、誰もが口ずさめるし、うん、いつも有線で流れてる、街中にその曲が流れてる、白い雲のようになんかでも。はい、そうですね。それはやっぱり100万枚超えるっていうことは、ある意味国民的ソングみたいな一面があるわけですよ。うんうん、そういう意味では、このやっぱり、AKB の14作連続ミリオンに関してはね、うんうん、確かに枚数は100万枚超えてますけど、うん、俺は国民的ソングとはちょっと言い難いと思いますね、うん、それは何作かありますよ、みんなが口ずさめる曲が、うんうん、さようなら黒あるは知らないの。まあ、そうですね、やっぱ僕ら知ってるのはあれは知ってますよ、だからワン・ツー・スリー・フォーってやつ、ワン・ツー・スリー・フォーってやつは知ってます、ね、そこの部分じゃなくてもいいんですけどね、うん、I want you とかそういうやつでしょ、そうそう、ワン・ツー・スリー・フォーそこをフューチャーされる、あれは、はい、結構カラオケランキングなんかでもずっと1位の方にいますし、はい、あれはまあある意味ちょっと若い人たちの間では国民的ソングと言ってもいいとは僕は思います、うん、何でもかんでも怒ってるわけじゃないんですよ、うんうんうん、全否定してるわけじゃない、全否定してるわけじゃない、あ、ただちょっと枚数頑張りすぎてビーズ超えちゃっとダメだと超えてんじゃねえよ。まあでもこのままだとね、まあそうでしょうね、超えるでしょうね、まだ当分超えるでしょうね、ねえ、まあでもそういう意味ではあれでしょうね、昔のピンクレディなんかがどんどんヒット出してる時も、うん、僕らみたいなおじさんはそういう風に文句言ってたんでしょうから ね、うん、ですかね、何なんだあれ、短パン女がよっつってダメだろ超えちゃえんかをって言ってたはずなんですよ、はい、そうかもしれないですけどね、だから常にやっぱその時代を先取るニューパワーじゃないですけどね、トンネルズさんの時代の先端を走るアイドルっていうのは、うん、こうやって俺みたいにやっぱりAM のパーソナリティに FM だよ、多少皮肉を言われる宿命なんですよ、あ、だからそれは許してくださいよお嬢さん方。